埼玉市立翼小学校は埼玉県埼玉市北区にある公立小学校、宮原町、日新町、大成町の境に設置されている。同校においては校舎等の屋上に太陽光発電設備や屋上緑化を整備し、また雨水露過装置の設置や校庭の一部芝生化などを行うことで環境を考慮した学校施設の整備に取り組んでいる。また、 校舎内装材の一部を木質化することで、温かみのある学校の整備に取り組んだものである。埼玉市の良い授業研究協力校埼玉市の CST 授業推進拠点校、明るく強く賢く仲良く平成26年度現在、普通学級28学級、特別支援学級4学級合計32学級、児童数981名であり、開校当初より、 児童数が400人以上増えている。平成28年度10月現在、男子566人、女子559人、合計1125人。収容人数、2122人。備蓄品、アルファ米、粉ミルク、毛布、発電機、組み立てトイレ等、災害用貯水タンクあり、埼玉市水道局により、災害時の応急給水場所として、 災害用貯水タンクが設置されています。ありがとうございます。